交通部航路総局交通部航路総局は中華民国交通部内に設置された台湾の衝動の計画測量建設管理及び各県政府の委託を受け県道の維持管理を主要業務とする政府機関道路以外に台湾での車両ナンバーや免許証車両検査などの業務も主管している航路総局本部名番航路総局本部 交通部航路総局は1943年4月、中国全土の道路輸送、工事、管理を行う目的で設置され、総局の下部に総務どころ、公務どころ、管理どころ、運務どころ、材料どころ、財務どころの六所が設置された。公務どころは、道路整備計画を、管理どころは、車両ナンバーの発行を、運務どころでは、公用車の調達、材料どころでは、 工事資材の上達を担当していた。国民政府が仙台した後、台湾の道路行政の規模が縮小したため、交通部航路総局は名義のみを残して、実質的な業務を台湾省航路局に委託した。台湾省航路局の前身は、台湾省行政長官公所交通どころ鉄路、管理委員会記者どころであり、百四十六年八月一日に成立。 台湾省内の道路輸送業務及び、航路総局より託された道路管理業務を担当した。1947年5月、台湾省政府が成立すると記者どころは、交通どころに昇格となると同時に、台湾省航路局へと解消された。1949年には、台湾省公共工程局の業務を吸収し、台湾院を受ける公共工事の監督業務も担当し、 1950年に交通部の指示により台湾省全域の道路工事、輸送、管理を委託するようになった。1967年には台北市が1979年には高尾市が直轄市に昇格すると西の道路行政は市政府により管轄されるようになった。1980年10月1日より航路局は担当する輸送業務を分割することとなり、 旅客輸送部門が台湾に車客運行士として独立、航路局の業務内容から輸送業務が除外されている。1999年7月1日、台湾商業務の大幅な削減に伴い、航路局は交通部の管轄となり交通部航路局と解消された。2002年1月30日に組織条例が施行され、交通部航路総局と解消され現在に至っている。 現在の航路総局は、大陸時代の航路総局と成立の背景。航路総局は、台湾省全域の道路管理機関であるが、国道の新規建設と管理に関しては、交通部台湾区国道新立工程局及び、交通部台湾区国道高速航路局の責任において、合成運営がなされており、航路総局は衝動の管理に限定されている。また、県道に関しては、 各県政府に管理義務があるが、管理能力が低い県政府の委託を受けて、実質的に、航路総局が代理管理を実施している。また、業務範囲は台湾省に限定されており、台北市、高尾市、近門県、連営県に関しては、当該地方政府により道路の維持、管理が行われている。現在行政院は、政府行政機関の見直しを進め、将来は、 国道と衝動を二元管理することを検討している。具体的には交通及び建設部の下部に国道高速航路局と航路局を設置し、新設される航路局は現行の業務以外に県道以下の道路行政を担当するものとされ、現在政府内部で調整中である。航路総局は台北四万月東園外に設置され、計画、新規着工、維持管理、用地、 機材、管理の6組の業務機構と、情報、人事、会計、風機、秘書などの管理機構により構成されている。航路総局キールン管理単道路の維持管理に、関しては、台北市区、高雄市区、台北区、新築区、台中区、海義市区、高雄区の7管理区を設置し、各区が維持管理を行い、その下部に実務組織としての管理単が設置されている。 台北市区、台北市高尾市区、元高尾市台北区、キールン市、日田市、台北市、キラン県、カレン県新築区、モモゾノ市、新築市、新築県、内栗県台中区、台中県、台中市、昇華県、南投県か嘉し区、ウリン県、かよ市、嘉義し県、台南市高尾区、高尾市、平東県、台東県、宝庫県このほか北、中、 南部それぞれに自動車技術訓練センターを設置している。道路の補修業務に関してもやはり台湾を5区に分割し、各区の下部に補修工事所を設置している。新規着工を行う場合は臨時工事所が設置され、現在、西部浜海、航路3所、東西向き快速航路3所、重大橋工程所が設置されている。また、建設機材や道路地盤の調査。 研究のために材料試験書も設置されている。ありがとうございます。